これがキンポップですよ。かっこ興奮気味。はい。はい、どうも、俺です。ということで、どうも、チャンネル登録者の皆さん、ご無沙汰しております。久々の顔出し動画でございますね。はい。というわけで、まずは、ちょっとね、今週、まあ、ガンプラ動画をね、ちょっと、毎週出してたんだけどね、出さなかったっていうことで、ごめんねってことで、言っておきます。はい。まあ一応ね、ガンプラ動画は北島三郎扱いなんでね。じゃあね、サブちゃん扱いなんで、まあ、ね、はい。北島三郎扱いなんで、サブちゃんね、サブちゃん扱いなんで、まあ、不定期っていうことにはなってたけど、毎週なんだかんだ出してたんでね。はい。まあ、出さなかったんだけど、ごめんねってことで、いう感じでございます。はい。ということで、今回は、まあ、一人で喋りながらカード開封ということで、今回カード、開封していくカード、はい、ドドン。これ、ロフトディケイド、バイスのやつですね。あ、これ。これがね、なんと驚異の 80% オフ。で、売ってたんで、まあ、これをね、ちょっと開封してやっかなっていうことで、はい。なんか、前島亜美のね、はい、プロマはこれ。前島亜美の、が声優してるんかな?らしいんで、まあ、とりあえず買ってみました。はい、ということで、まあ、1050円だったんでね、1000円だったんで、まあいいでしょう。これは出なくてもワンチャン。でも、なんだかんだ言って、こういう時に出ちゃうんじゃねえの説は、泣きにしもあらずかな。はい。ということで、見ていきましょう。まあ、絵はこんな感じですかね。はい、はい、はい。はい。まあ、こう見せんのもダリーから、自分だけ見ちゃうか。まあ、サインカード出てくれればいいかなっていう。はい、出ません。見せた方がいい?見せっか、一応。はい、はい。まあ、全くアニメはね、こんな感じの人が出てくる。アニメは全く知らねえんだけど、はい、イケメンと。はい。はい。ああ、いいね、ここら辺は。まあ、サインだよね。サインカードが出てくれないと厳しい。はい、出ません。前島亜美は一体誰の声をやってんだかすら全く。こうアニメとかやってんかね、ロストディケードってね。はい、全く知らねえんだけど。はい、ということで、まあ、一人で喋りながらということで、はいはい、こんな感じのカードが出てくると。はいはい。で、そう。なんだこれ。モンストラアリスみたいな感じの。はい。まあ、とにかくね、ガンプラが売ってねえんだよね。はい。まあ、売ってんだけど、その定番の、多分みんなと一緒で、みんなが見てるガンプラと一緒のガンプラしか売ってなくて、もう再販とか、かかってるはずなんだけど、全く見かけねえんだよな。そう、俺の行ってる店は特に、もう、俺のよく行く店はもう全然だよね。全く、もう入荷されてないね。はい。で、そう、買うのがねえんだよな。まあ、中古ショップ、まあそこには中古でもガンプラ売ってんだけど、まあ、高くてね。まあ、買えねえんだけど、はい、なわけで、まあ、どっかにね、ガンプラ、はい、こんな感じ。はい。はい、出ねえね。まあ、とにかく、出なくて、まあ、まあ、ガンプラ、ここに売ってますよっていう情報をお待ちしております。はい。どっかにねえかな。もっと、だからヨドバシとか行けば多分売ってったと思うんだけど、まあ遠いしね、まだまだコロナがあれなんで、まあ行かねえんだけどね。はい。はい。出ませんね。はい、そんな感じで、一気に上げちゃうか。2パック。あのね、売ってねえんだよ、ガンプラがな。ジムとか、ジム3とかジム2とか再販されたと思うんだけど、
アリスまた出た。売ってないんだよ。ジム3が、2はね、まあ持ってんだけど、3がね、欲しいんだよなジム3。はい。なんで、どっかでね、ジム3とかね、見かけた人は、ここで見たよって、はい、コメントでいただけると、すっ飛んでいきますんでね。あ、すっ飛んではいけねえか。飛んではいけねえけど、まああったよって教えてもらえれば、来年には行こうかな。今年はちょっとね、まだまだコロナが流行っているので、まあ何回も行けたガンダムベースも行きてんだけどね、まあ東京だいぶ減ってきたけどね、まあ、毎日2桁台で、まあナイスって感じなんだけど、ねえ、東京が減ってくって、なんかなんとなく全国的にも減ってくんかなっていう風に俺はちょっと捉えてはいるんだけどね。はい、サインカード出ません。はい、キャラは可愛いのは出てくけど、なんかレアリティ高いのもなんか出てこねえな。はい、まあそんなわけで、まあね、遠いとこも行きたいんだけど行けないっていう状態ですね。はい、まあ2回はまあ売ったけどね、売ったからってかかんねえわけじゃないんで、まあ分かってると思うけど、はい、まあ2回売っても、はいはいはい、いいですね。2回売っ、ん、はい、2回売ってもまあやってくっていうか、密は避けてくんだけど、出ませんね。はい。なんかキラキラしてんのも出ねえんだけど。あ、まあちょっとは出てんのか。はい。まあそんなわけで、あと4パック。まあ、でもなんかね、全国的にもやっぱり減ってきてるようには見えんだけど。はい。まあ俺の会社でも、まあね、勤務体制とかちょっと変わったりはしたんだけど、なんかちょっと戻りつつあるんだよな、前の状態に。はい。はい、なんで、まあ、出ませんね。はいはい。まあなんていうか、早く収まってくれるといいかなって思うんだけど、そんなにね、すぐには、まあ収まんねえことは分かってんだけど、はい。あと2パックなんだけど、マジ。スーパーレアとか出ねえんだけど。あ、もう出てねえな。まあはい、そんなわけで、早く収まってくんねえと、ポケモンセンターとかね、秋葉で買い物、ガンダムベースで買い物とか、いつになっても俺はできねえぞ。あ、これ光ってんな。あ、びっくりした。これが、あー、これ SR だ。あー、SR、こいつ。こいつね。もうダメか？ SR じゃダメなんだよな。トリプルレアっつんか、あれ。もっと上のレアリティが出てくれないと。あー、ダメっぽい。あー。マジっすか。サインカードは出なかったですね。舞島アミは誰の声やってんだか、これ。はいはいはい、多分まあ10円とかそういうレベルでしょうね、これね。はいはい、まあこれから SR、 こいつ、はい、こいつが出ましたよってとこですかね。はい、残念、ロストディケード。まあこれは1000円だったからいいでしょう。もうこれで最後とか言ってたからもう買えねえと思うけど。はいはい、というわけで今回はロストディケードと一人で喋ってみた動画ですね。はい。で、まあ、もっと言っちゃうとドラゴンボールもね、毎回言うけどもうなくなっちゃって買えない状態で、で、本当はドラゴンボール開けたいんだけどね、俺もね。まあ、ポケモンになっちゃうんだけど、はい。なんかポケカにすると急に、視聴回数が100回、50回もいかねえような状態で、まあ、言っちゃいいんだけど、はい。まあ、そんなわけで、
としばらくはポケモンになっちゃうかもしれませんということですね。はい。でプラモデルの方は、今日曜日なんだけど17か、まあ帰って限定のガンプラを作って、今度今週来週超適当レビューしようかなと思っております。はい。というわけでこんな感じですかね。まああと何回も言うけど、今年中に200に行けたらいいなーって、いや行ってもらわには困るね、もらわにゃ。はい。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。はい。というわけで皆さんチャンネル登録ありがとうございます。ということで、どうも俺でした。またねー。